アインハルトとは、カロリング朝、フランク王国の帝神、教職者、建築家、歴史家、エギンハルドゥス、エジナールとも、アインハルトは、カール大帝殿の著者で、カロリングルネサンスの主だった、文筆家の一人。青年不詳で770年頃の、ドイツマイン地方の貴族階級の生まれと、推察されている。カール大帝とルート一世の2代にわたって使え、 840年に、ント遁ンの地税理シ主タットの修道院で没した。古田修道院で、ラテン語古典を治めた後、アルクインに指示し、彼の後を継いで宮廷学校の教壇に立った後は、カール大帝の厚い信頼を得て、政策の相談を受け、806年には、ローマ教皇への施設も務める。後継者であるルートビヒ経験王にも信頼され、ロタール王子の個人教授を務めるが、 830年に、政府を避けて、職を辞し、ゼーリゲンシュタットに隠居した。建築家としても優れ、アインハルトのバシリカ制度を、先代のミヒエルシュタット市教会などの建築を行う。アインハルトの作品の中で最も有名なのものは、カロリングルネサンスを代表する作品として後世にも影響を与えた、カール大帝伝である。本書は、カールの人生と性格に関する、 直接的な情報源で、アインハルトが残した多くの書簡とともに、この時代の政治史の重要な資料となっている。その一方で、本書がカールを称賛する目的で書かれたもので、その内容には政治的バイアスがかけられていることも理解されている。例えばアインハルトは、カールの体感について、カール自身の言葉を借りて、前もって体感があることを知っていたら、 サンピエトロ大聖堂のミサには出席しなかっただろうと伝えているが、現在の歴史学では、この言葉が事実を言い表したものであるとは考えられていない。少なくとも、カールは自身の体感については事前に知っていたし、皇帝への就任にも意欲的であったろうことがいくつもの研究によって示されている。アインハルトは本書の執筆にあたって最新の注意を払っており、 カールの娘たちが引き起こしたスキャンダルといったカールにとって不名誉になりそうなことについては注意深く筆を避けている。興味深い一例としてアインハルトはカールの出生については公表されておらず、もはや知るものも残っておらず、それを書き記すことも不適切だとしてカールの出生について沈黙している。この沈黙はカールの少年が一般的に742年とされ、 カールの父ピピン三世と聖祭ベルトラダの結婚が744年以降と考えられていることからカールがピピン三世の死生児だったのはないかという疑惑が提起され議論を呼んでいる。一説にカールの少年は747年もしくは748年とされピピン三世とベルトラダの結婚令を744年とするならば上記の矛盾は解消されることになるが 一方で、結婚年を748年もしくは749年とする年代期もあり、やはり、カールの出生の疑惑は、付きまとうこととなる。アインハルトの沈黙は、カールの出生地もはっきりしない状態が続いている、こともあって、一層この疑惑が議論となって拡大する、結果を導き出しており、歴史家たちを大いに悩ませているのである。ありがとうございます。